ただいまご紹介いただきました斉藤和也です。あのプロフィール息子が作ったんですけれども、全部書いてあるのでそれ以上お話しする必要もないかと思いますけれどもそれでは面白くないので、お話を申し上げます。総会無事に終わり安堵しております。このような会に私をお呼びお招きいただき本当に感謝いたしております。ただ私2009年で講演会を終了し、2019年で、講演会の終わりまして、2年間以上ブランクがありますので、その間80、81になっております。今80歳になるともう体力がもう非常に弱くなりましたので、何を言うか皆さんの期待通りに喋れないと思いますので、それは ご了承いただきたいと思います。ところどころツッコミが入りますが、この声が私の斉藤和也の息子のひろゆきです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では間違った時は訂正します。頭の方も息子の方が随分いいもんですから、時々名前も忘れてしまいます。では始めたいと思います。障害者に優しい町は健常者にも優しい町であり、すべての皆さんに優しい町である。もう一度言います。障害者に優しい町は健常者にも優しい町である。そしてみんなに優しい町である。これは30年以上前にあるジャーナリストが話した言葉です。私が障害者になった時にこの言葉を思い出しました。もう一度くどいようですが言います。障害者に優しい町は健常者にも優しい町である。そしてみんなに優しい町である。そしてふと思ったんです。我が国は障害者に優しい町なんだろうか、健常者に優しい町なんだろうか、みんなに優しい町なんだろうかと、今でもどうかなと思ってるんですが、皆様いかがでしょうか。それでは1999年福島東高の校長の時に、お医者さんから言われました。あなたは緑内障です。緑内障の知識はあったんですけれども、眼圧が高いとどん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 進みますよ、必ずその眼圧を下げる薬を差し上げますので、それで眼圧を下げてください。そして1年に1回は視野検査を行ってくださいと言われました。そしてまだ現職ですので、なんかこう思ってたんですけども、まあなかなか時間が取れないので、3ヶ月に1回ぐらいは時間給を取って、お医者さんに行きました。で、視野検査、古い大原病院に通ってるんですけれども、新しい大原は非常にすぐに隣にあるんですけども、古い大原さんは
滋賀県さんが非常にその下の方にあるんですよね。この滋賀県さんがものすごくつらいかったんです。それは左右と左大体30分間やるんです。左に絆創膏を貼って、そして右にある一点を見つめてくださいねと。そして光を放すから、その光が見えたらこのボタンを押してくださいねと。いや疲れること疲れる。2、3回やった時にちょっとごまかしてやれと思ってピッと押したら、検査官にまだ始まってませんって言われちゃったんですよ。で、大体何秒に光が来るかというのをもう頭の中で分かるので、うん、何秒だな、ピー、何秒だな、ピーって、それではダメですとまた叱られました。そんな具合で、視野検査は本当に、つらいなあというふうに思った次第です。私の病気は緑内障で、先ほど申しましたように福島東高校の校長の時です。そして障害者というふうに認定されたのは2015年だ。で、その後どうしたらいいんだろうかな、これ障害者になっちゃって誰に助けてもらえばいいのかなと思いまして、私はこの女性に本当に助けられました。それは北高に2年校長していた時の養護教諭の先生です。で、最後はまだ名前が盲学校ですけれども、盲学校の養護教諭として、退職された先生です。先生、視覚障害者になっちゃった、どうしたらいいの。展示図書館の館長さんに電話しなさいって言われたんです。展示図書館の館長さんは校長としては5か6つ下の盲学校の校長であり、その後退職して展示図書館の館長さんだったんです。で、電話して、彼に相談したら、支援、あそこは支援センターというのかな、支援センターに女性がいるから、そこでいろんなふうにお話を聞きなさいというふうに言われました。で、なぜこんな太い、ちょっと見えないと思いますけれども、普通の白杖がないんですよね、持ってるのは。というのは大体ずっと2001年2003年2004年ってなんだ違和感はなかったんです。そして、2003年頃に結局細かい字が見えなくなった。また養護教諭の先生に話をしたら、ここにあります見えないかと思いますけれども、天眼鏡っていうの送ってくれました。これは細かい字は見えるんです、ありがとうって言って、で2015年にそういうふうに視覚障害者になって、その時に支援センターの先生は、なぜ
皆さんがお持ちのような白状を私に くれるというお金出すんですけども、でこれ見えるかもし見えないかもしれないですけど、ものすごく太いんですよね。そして、支援センターの方から仙台から歩行訓練士がいらっしゃるので、あなたも息子さんと一緒に行きなさいというふうに言われました。私は当然その2014年に少し過信しすぎたんです。というのはこういうふうに歩いておりまして、ひょいとこういう横にしたら「いでー!」って言って立ち上がることができなかったんです。それが2014年の9月頃なんです。すぐに電話をかけまして、同期生の整形外科の先生に「おい俺死にそうだから早く見てくれ」と。で彼は「あ手術はいいからギブスをはめなさい」と言って、ギブスをはめて、通院したんです。ギブスをはめて通院するのにはどうしたって車椅子が必要なんです。その車椅子をあまり時間、そんなに距離長くもないんですけども、押してくれたのがここにいる息子なんです。で、患者さんから言われました、みんな、親孝行な息子さんでいいですね、私は何と答えたかっていうと、いや、そういうふうに俺が育てたんだっていうふうに言ったんです。まあ、そう言われるとどうしようもないですね。そんなふうにしておりました。でその歩行訓練士にこれを持って、斉藤さんこれあなたの持っているもので歩きなさいって言ったら、あもっとちゃんと背を伸ばしてきちんとしなさい。でもう一つの白杖を買いなさいって言われたんです。なぜだかなというふうな疑問も持ちませんでした。その時にはバカなことに何を言ったかと思いますと、俺は二刀流になるのか、俺は宮本武蔵だな、なんか言ったんです。そしたら息子が、宮本武蔵なんかみんな知らねえよ、大谷翔平って言えって言われたんです。ああそうか、大谷翔平二刀流だな、このままさっぱり打てませんけどね。そんなわけで、なぜこの見える方はあれですけども太いのではダメなのかって、全然そんな疑問はなかったんですけども、ある時に私の後輩の保健体育科の出身の校長が、先生すごいスマートな杖を持ってんですね、っつうんです。あっ、分かった。これは白杖というふうに見ないで、一般の人や運転手さんは、足の悪い人だなというふうに思ったんです。ですから、今、病院に、内科ではスカー診療なんですけども、そこのところに行くときには本当にこの二刀流で行ってるんです。で先ほどありましたけども、私は真ん中がやられてるんです。まさか真ん中やられとは思わなかった。端っこか上か下かと思ったんですけども、ですから私の視力は 0.01、0.01 合わせて 0.02 だから1級なんです。だからもっと詳しく聞きますと、顔を洗いに行きまして、顔を洗うとこの首から上が何にも見えないんです。
なんだこれ幽霊と同じなのかな、なけって。ところがこんな風に傾けと見えるんです。わしらが増えたな、なんか当たり前なんですけどね。ですから、うちの中でも50年以上住んでるうちの中で、エアコンの場所や時計の場所は知ってるんですけども、エアコンをこういう風に見ると、エアコンは見えないんです。でここのところでもおそらくこういう風にやるとあの電気は見えません。でうちにの外に行って、白杖を持って散歩すると、本来ならば私のうちは伊東洋華堂から、西の方なんです。伊東洋華堂は見えるんですけれども見えません。で前から来る人は全然、今でも1メートル来たら、あ、人が来たなというだけです。だから自動車が来たってもなかなか見えないというような状態なんです。まあそういう中で私はその時思いました。私に残されたものは一体何なんだと、それは2つ。一つ、視覚障害者の人々たちはどんな暮らしをして、どんな悩み、どんなに生活をしているんだと。これは館長や支援センターの女性からも聞きましたし、そして NHK の第2放送、朝7時半からの視覚障害者ダビラジオ、あれをさあきっと聞いてたんです。うわぁ、しかしたくましいなぁ、それに比べて俺は情けねえなぁというようなことをざっと聞いてました。ここ2、3年は聞かないんですけども、今日は講演があるので久しぶりに聞いてまいりました。で、そういうような目ですので、私に残されたのは一体何かというと2つあるんです。視覚障害者の人々たちはどんな生活をし、どんな苦悩をし、どんなふうに生活しているのかということです。1つは今話しました。もう1つ、私に残されたのは何かと、それは喋ることだと。まあこれは視覚障害者にならない時にも、視覚障害者になってまだ見えぬ時にも、あらゆるところで頼まれれば講演をしました。書くよりも喋ることが大好きなんです。そういうようなことで暮らしておりました。で、目が親おかしいなというふうに思ったのは2013年なんです。2013年に細かい字は読めなくなる、危ねえなと思いながらも、その時はここから近いところに福島看護専門学校っていうのがございますね。あれの初代校長なんです私は。そして2013年にこの看護学校っていうのは、前身は産婦学校から続いていって100年も経った、100年史を作らなければならないということで、だからちゃんと目はそんなに不自由でなかったんです。で2014年のこの骨折が響いて、2015年に結局、視覚障害者という。でその時にすぐに何をやったかというと、福島高校に教え子がおりますので、福島の時の教え子です。もう依頼でなくて押しかけ講演です。こら、大体で俺の講演聞かせろ、こんな口調で言うんです、教え子には。というのは、福島高校は
大震災で自転車の置き場が変わったんですよね。そうすると坂道を降りてこなければならないんですよ。あれは本当に危ねえ。危なくて、市内バス通ってるところ、それから当時は盲学校のところもいるんです。君たちは競輪選手になるんじゃないんだろう。白杖を持った児童生徒みんながいるんだぞと、少しは気をつけろと、そんなことを話した声があります。そして東校にも教え子がおりますので、電話をして喋らせろと言ったら、先生ちょっと待ってくださいねって言って、学年に言ったら私のクラスじゃなくて全学年、1学年全員手伝いからって言って、話をしました。今も朝から夢、昔のアンジュルですけども、ここにも私の東高の時の教え子がおりましたので、おい行くから喋らせろって言ったら、どうぞ来てくださいと。で、一番私おっかないのは、前から自転車が来るのがおっかない。だから自分の身を守るためにも、それから高校生は自転車通学がものすごく多いんですよ。特に福島市は。だから彼らに点字ブロックっていうのは何のためにあるんだって。なんで点字ブロックのところに自転車を置くんだと。点字ブロックはな、視覚障害者の命の空なんだぞと。そういうところに置いてはいかんと。私、点字ブロックがこう、こんなやつ見えるんですよね。そして息子と二人で旧大原に行くと、あそこの平和通り の歩道のところに本当にひどい駐車をしてるのがいるんですよ。点字ブロックの上に堂々と何も用のないのに駐車するんです。で、息子が、ここ点字ブロックですよって言ったら、分かってるわ、どくればいいんだめ。こういうような人たちがかなり多いんですよ。こりゃダメだなと。高校生でなくて一般のこの健常者の人たちにも教えなきゃならねえなと。それからそこのところの西口からですね、クラス生物産館に行くのも点字ブロックがあるんです。その点字ブロックをこうやって見ると、一人の若者がスマホを持ってられている。お父さん危ないよっつって、いい、俺わざとぶつかってやるからっつって、そしてこっちの白状でポン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 叩いてたら、30センチメートルになったら、あっ、なんか気がついてどけてくれましたけども、まあ高校生だけでなくて、これは一般の人たちにも言え、なんとかこれ視覚障害者を理解してほしい。視覚障害者だって同じ人間なんだということを知らせねえかなんだというふうに思ったんです。そしたら当時の民放社の社長は私の昔からの知人です。そして息子も民放社にその時は勤めておりました。ある女性記者が来たんです。そしていろいろ話をして、絶望にならなかったんですか、絶望になんかなってもたまるか、上は不自由だけれども俺にはまだ喋ることができるって言って、ずいぶん遅くまで広域の方に電話があったそうです。さて次の日、2017年5月17お配りしたチラシの裏の方に新聞記事が載っていると思うんですが、それが当時出た新聞記事です。
13だったかな。15人で行ったで、21、あ、ごめんなさい、21が出てた。いや、そしてですね、あ、次の日に新聞記事に出るって、新聞記事に出ますよって言ったら、なんとまたこの社長めと思ったんですよ。この社長、社会面のトップにデカデカと私のことを書いた。いや、こんなに大きく出てくるとは思わなかった。そして他の地域交流部にお電話くださいというようなことを書いてあるんです。そこから一般市民の人たちがすぐに反応したのは三河台の女性部会と、私も三河台地区の中に入っているわけなんですけども、そしてその次に東だね、あ、東のセンターでも喋りました。まあそんな具合で、来ておるんですけれども、本当に、ああ、理解してない人もいるな、共生社会なんか無理だなこれと思いながら、一般の人たちにも話をして、先ほどご紹介ありましたように2009年までに30数回の講演をやったんです。で、これは本当に、なんて言ったらいいんでしょうかね、本当に共生社会というのはどうなんだろうかというようなふうに思っているんですけども、そんな風にして私は話をすることによって、高校生に、それから一般の市民に、点字ブロックの上に自転車を置くな、バイクを置くな、点字ブロックは視覚障害者の命の綱なんだということで講演を続けているわけです。まあ、なんぼでもしゃべれっていうとなんぼでもしゃべれるんですけども、なんぼでもしゃべんなっていうふうに言われてるのでしゃべんなじゃないです。だから高校生は考え分かるんですよね。で、東のロケでした。この杖なんて、これなんていうのっつったら、二人寝てあげて、ハゲザワって言ったんです。お、よく知ってんなと。じゃあハゲザワって字書けっかって言ったんです。で、他の生徒ですね、白状はない、いっぱい字があんだぞって言った。まあ、じゃざれ見てないことですけれども、刑事が犯人を捕まえて、とんかつ食わせっから白状しろっていうのも白状だ。それから君のガールフレンドがね、こんな白状の人とは思わなかったからもう交際しませんよっていうのも白状だって。白状って書いてみろなんて言ったんですけども、まあ誰も毎日書かないので、息子に白状白い杖というふうにして、いいか、これが白状って言うんだよというふうに教えました。まあたくさん喋ることもありますが、何せ81歳になって90分も100分も喋ってた私が、本当にだん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 疲れてまいりましたので、あとはバトンタッチ、私よりもっと
まあ頭が切れるっていうよりもいろんなことをやってる息子にバトンタッチをいたします。いいね。完全に終わりじゃないですよ。また父親に戻ります。じゃあ座って座って。じゃあ座ります。大丈夫大丈夫。はい、受け継ぎました息子の斉藤博之です。父からもありました通り福島民放社に勤めております。父の講演会まだ続きますが一旦、父の休憩を兼ねて私のパートに移らせていただきたいと思います。今までの講演どうだったでしょうか。実は、冒頭にもお話ししましたが父の講演は、2019年の11月だったかな、会津若松で行った講演以来、こう2年半以上ぐらいですね、できておりませんでした。もうご存知のようにこのコロナ禍で、たくさんそれまでに依頼があって一番多い時には年間 10回ぐらい講演1ヶ月に1回のペースでやっていたんですけれども、高校からとかの依頼も全て当然最初の緊急事態宣言からコロナ禍になってなくなってしまい、その後やはり皆さんも当然大きい少ないの影響はあるとは思うんですが、父の場合は特にですね、やはり外に行く機会が少なくなったということで、ちょうどその時が78だね、789から今81ですので、かなりやはり当時よりかは、私今ちょうど30分ぐらいずっと父親の後ろ姿を見て話を聞いてましたが、相当体力なくなってるなっていう、それまではですね、こうコロナも関係なかったので歩き回って講演してたんですね。うちの父親っていうのは座って講演ができないって本人が言っていて、嫌いなんですよ、わがままなんですよ。それで学校とかこういう講演会場ですと、この白杖の使い方、皆さんは当然その当事者の方とその支援者の方々ですので使い方ってご存知だと思うんですけれども、それのデモンストレーションを兼ねてこう講演会場の中を出歩いたり、例えば私のパートになった時でも父親が勝手にそこら辺に歩き出して、どこかに行ってしまうなということもあったりしたんですけれども、そういうこともやっていたんですが、さすがにこの 2,3 年っていうのは年もあるんですけれども、コロナによってその、体力っていうのはかなり落ちてきたんだなっていうふうに思って、通常ですともうちょっと父親だいたい50分ぐらい最初喋って1時間半の講演ですよね、50分ぐらいは40、50分は話した上で私が交代して10分20分ぐらい、そして最後に父親のまとめで質疑応答っていうような1時間半をしてるんですが、あ、今日はかなり早いな、疲れてるなっていう感じで思ってます。で私のパートではですね、実際その高校生ですとか一般の方にどういうお話をしているかっていうのをちょっと、お話しさせていただければと思います。で、実はいろんな話、後で、父が行っている会長をしている日本画家の斎正樹さんの講演会の話もしようとは思うんですが、必ずお話しするのは点字ブロックの意味ですね。点字ブロックがどういう意味があるのか、どういう種類があるのかとか、皆さんご存知の方がほとんどだとは思うんですが、一般の方だと点字ブロックの、例えば種類も何種類かありますよね。例えばホームにあるような点字ブロックですと、線状のものがくっついていて、こちら側はホームですよ、あ、ホームというか線路側ですよだとか、あとはこう歩行に即して線状に4つの線になっているような点字ブロックだとか、あと止まり交差点なんかに多く見られる丸がたくさんある点字ブロックだとか、そういう意味合いを説明したりだとか、点字ブロックは父からの話にこれからあるかもしれませんが、
視覚障害者にとって、命の綱ですね、命の綱として必要なもんなんだ。だからそこら辺、そのところに駐車をしたり自転車を止めたりそういうことはしないでくださいというような話をしたりだとか、あと、高校生の話、特に高校の生とか中学生でもお話ししましたね、の中には、皆さん当事者の目の不自由な方は当然視力とか視野が低いというか少ないという方もいらっしゃる、この都会の方ではいらっしゃると思うんですが、通常の晴眼者の方、普通に見えてらっしゃる方、晴眼者の方に対しては父の、が視覚障害者だっていうことは、この白状を白状を持っていれば、父が障害、視覚の障害を持っているっていうことは、まあ今の高校生であれば大概の子はもうそれは知ってます。ただ大変大きな誤解というとちょっとあれかもしれないが、誤解があるのは、大概の生徒さんが白杖を持ってる人は全く見えないと思ってらっしゃる人がほとんどでした。今まで講演やってる中で当然全く見えない方もいらっしゃいます。ただ父親のように少し見える人だとか、皆さん当然ご存知のように、その個人によって全く見え方が違うと思います。父からどのように見えてるって私も説明されたり、病院でその視野検査の結果を見たりしても、まあそれなりに理解はできますけど、完全に理解することは無理ですよね。それと同時に個人個人の差があるので、これは、私も一応新聞社に勤めているマスコミの端くれとして自戒も込めて言うんですが、あまりにもその白杖を持っている人イコール全盲の人っていう認識が強すぎるのかななんていう、それで時々差別的なことも起きたりだとか、そういう話も聞いたりもしますので、ただ高校生とか中学生に話しているのは、とは言っても目が不自由なことに当たりは当然なんだが、目が不自由な人が持っている杖なんだから、もし危険な、その人が危険なことに遭いそうだったりだとか、いろんなことがあったらぜひ声をかけてあげてくださいと言っています。ただこれもですね、なかなかうまく認識が一致していないのは、インターネットとかで見るといろんな視覚障害に関する支援団体の皆さんのホームページとか私も時々見たりするんですけども、積極的に声をかけてくださいっていう、まあ、これはそれでいいとは思うんですけれども、私どこかの高校で言ったことがあるんですよね。朝霞黎明高校かな、郡山の朝霞黎明高校から市役所までって歩いて10分かかるかかかんないかぐらいの距離なんです。その時に積極的にその白杖を持った人をに声掛けしてくださいっていうのはいいんだけれども、その人がもう完全に分かってて市役所に向かってきっちり交通ルールも守って歩いてる時にいちいち声かけられたら皆さんどう思いますっていうふうに話した。じゃあそれを言う時はどうしたらいいんだろうか。大変例として正しいかどうかはわからないんですが、私は高校生とかに話す時に、小さなお子さんだとかが一人で歩いている時に、その子が目的地に向かって立ったと普通に歩いている時にわざわざ声をかけますかって言った時に高校生はかけないって言うんですね。ただそのぐらいの小さなお子さんがどう考えてもあの子迷ってるだとか、どうしたらいいかわからないっていう時に声をかけますかって言ったら皆さん声をかけるっていう言ってくれたんです。それとまあちょっと小さい子と大人を一緒に話すのはちょっと例としてふさわしいかどうかはちょっと難しいかもしれませんが、私は個人的にはそう思ってます。やはり白杖を持ってるっていうことは視覚に障害があって不自由をしてるっていう証拠ではあるので、その方が少しでも不安そうにしてたりだとか迷ってるなって、明らかに迷ってるなっていうのは分かりますから、
そういった時にはぜひ声をかけてあげたいっていう、そういうかけてあげてくださいっていうような話をしたりだとか、あとですね、まあこれは大変個人的な話にはなってはしまうんですが、父の生涯というのはそういう目の不自由ではない人から見れば、見えますね。要するにこれを白杖を持っていれば視覚障害者だ、この人は目が不自由だ。ただ障害の中には目に見えない障害っていうのもたくさんあるんだよっていう話をします。で実は、私も障害者です。障害の手帳も持ってます、あえてここでは出しませんけれども、精神的な障害を患っていて、会社にもそういった経緯で就職していますという話をすると皆さんえっって言うんですよね。通常の場合はその障害者手帳を皆さんに見せて、高校生だとか中学生とかに、だから障害者だからとか健常者だからとか目が見えるだから目見えないとか、そういった形で接するんではなくて、健康そうな人でも内部に疾患を持ってたりだとか障害を持ってる人だっているし、どんなに幸せで私体不自由ないんです全く大丈夫なんですっていう人だって100日に1日いや10日に1回かも分かりませんけれども、不安でしょうがない日だとか、皆さんそういう日は必ず1年に何回かあると思います。だから皆さん平等にやはり相手をいたわって思いやりの心を持って、常時それをやるのは難しい、言ってることは簡単なんで、言うことは簡単なんですけど、やることは難しいのは知ってるんですが、そういう気持ちで皆さん接してくださいねっていう話はします。あんまり長く話すとあれだね。でこの講演だと実は通常もっと父親が話してるんですが、もっと私がツッコミを入れたりします。今日も何回か間違ってますね。2007年ぐらいからとかいう2017の間違いですね、そういうとですね、高校生から後で最後に感想を書いてもらうんです。必ず学校側の、まあ、レポートというか簡単な感想なんですけど、その中にですね、終わった後に、大変難しい話だと思って最初講演に聞いてたんだけども、親子漫才のようで面白かったと、そういうふうに、これは実は私たち親子にとっては最大級の産地だと。結局こういうお話っていうのはやっぱりどうしても難しく硬く真剣なのは当たり前なんですけど、真剣になりすぎて、高校生特に若い子たちには聞きづらい、ハードルが高い話だと思われがちなんですけれども、そこはこの親子よくそうやって、父がさっきこういう息子に育てたんだなって言ってますけど、よく言われるのは、私はたから見られるとそうなんでしょうね、仲いいですねってよく言われるんですよね。喧嘩するようなことないんですかって、この親子二人三脚でこの、講演会をやってるので、で喧嘩確かに昔はあったりもしましたが、今は喧嘩はほとんどっていうかもうほぼしてません。いや互いに意見がぶつかることもあるんですけど、もう喧嘩しても意味がないと思ってるので、というのは喧嘩するっていうことは話それますけども、お互いの意見がぶつかり合っててお互いどっちも正論だっていうことが多いので、その喧嘩になりそうだったら私が逃げます。そうすると時間を置いてると結局後からだったらちょっともうなんていうのか気分も和らいでちゃんと話せるっていうようなこともあるので、さてかなり父親譲りで脱線しまくりですが、父がこうやって、講演会を始めて、最初の講演会からもうだから全部でトータルで2年間空いたとしても6年目ぐらいになるのかなになりますが、その間にですね、皆さんのお手元にも資料をお配りしましたが、もう一つ講演会というのを始めました。それが日本画家の福島市出身の蔡正樹さんという方の後ろから応援する会ですね、こちら後ろから応援する会、講演会です、つい先日まで福島民放社主催で
県文化センターの方で展覧会も行っていましたが、どうしようかな、どのぐらいあと話しますか。それ次第によっては皆さん、福島民報社の新聞取られてる方はご家族の方とかご友人とかに呼んでいただいているかもしれませんが、1ヶ月に1回ですね、斎正樹さんは福島民報社の方でエッセイ、絵とエッセイの、を連載しています。で、それは今日実はそのあんまりこれ宣伝すると何のために来たんだって言われちゃうんですけれどもそういうその一冊にまとめた本も出ました。で、これ、まだ言えてないんですけれども、展示図書館の館長さんにお話しして、デイジー図書にとか転訳だとかにしてもらおうと思ってます。なので、ぜひ、購読されている方は ご家族とかに読んでいただければと思いますし、この本業は日本画家、日本画の絵を描く人なんですけれども、エッセイも大変好評で毎月のように出ていますので、もしデイジー図書ですとかね、出ましたら私代表の方を通じて皆さんにお伝えできればななんていうふうには思っています。さて、もう戻していいでしょうか。あと3講演自体は40分ありますが、最後にやはり質問とかも受け付けたいと思いますので、もう一度父親に戻しまして、講演のまとめをして、その後、今日は当事者の皆さん、一般の方とはまた違う質問なんかもあるかと思いますので、皆さんの質問を受けて、それで3時半までに終了したいと思います。それではバトンタッチします。これで今私もあんまり支えなかったりしたんですけれども、病院とかに行くと看護師さんがもう手取り足取りこうやってやってくれるんですよね。私はそれはやめてくれって言うんです。あえてそれをやその方が優しいとは思うんですよ。で、事故もないんですけども、それやっちゃうと自分でできなくなっちゃうんですよ。だから私時々歩いてる時も父親は全く見えない、説明があった通り全く見えないわけではないので、全盲の方でしたら、例えばちょっとせっかくビデオを撮ってるので、こう肩にね、こういう風に乗せてこうやって歩いていくと思うんですけれども、あえて私は今はそれはしてません。よほど危ないところ、すごく駅で混雑しているところとか、そういうところならばやりますけども、通常は私が前に出て父親が後ろからくっついてくる。そうでないとやはり一人で歩ける状況ができなくなってしまうと、私だとか同行援護の方っていうのがいらっしゃらないと全くできないっていうわけで、できることはやろうというのがうちのモットーですので、話しすぎました。はい、終わりです。バトンタッチします。もうすぐだ息子の方が重いんで、これからは息子一人で喋った方がいいなというふうに思いました。本当にまとめにはならないんですけども、一番白状を持って歩いてて、うわー嬉しいなと思ったのは、三河大小学校の生徒たちの帰る時間だったんですね。そうすると、あれは先生かな、1年生だから、あ、黄色い帽子かぶってるなって言ってて、そして先生か親が、はい、よくなさい、よくなさい、よくなさいって言ったら、一番最後の方に、じいちゃん、それ何でも来てんの、うん、これ目が不自由だからね、目が不自由な人がこうやって持ってんの、そうか、なんか言って、そして通り過ぎたら、じいちゃん転ぶなよ、じいちゃん自動車にひかれんなよ、
嬉しかったですね。それは一番嬉しかったのが、そういうようなもう小学校6年生中学生だったかな、あ、この子たちはこういうような白杖を持ってると目が不自由だなっていうことを分かってくれたんだな、なんかいうふうに思います。それから本当にあちこちあちこち忘れてんです、私はもう。もう一つお話しします。支援センターで、その女性に全盲の人と話をしたいから紹介してくれと、そしたらご夫婦できました。で、最初に私は顔は分かりませんけれども、姿だけが分かります。握手をしました。そしたらその人が何と言ったかというと、あ、その声は私より背が低いな、その握手の仕方のぬくもりであなたの心の気持ちは分かった、いやーすごいなーと思って、そして淡々とその人は話をしました。同じ年だったんです。ある学校の高校の先生で国語の先生だったんです。43歳の時に同僚だん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 目が不自由になって助けられて、あ、もうダメだなと思った時に校長に給食願いを出して、そしてその1年間点字を習って、そして盲学校にこうしゃべってやったんです。これはとてもじゃねえけども俺もで、また校長先生でしょうと、元校長先生でしょう、あなたはあちこちで喋ってるでしょう、だから喋りなさい、そして他の人々に理解を求めなさい。東公民館の時には私の教え子たちに、私携帯持っていますけども誰から来たか分かんないんです。で、息子が音声で来るようにしてありますので、あ、誰かから来たって、必ず教え子たちから電話が来るのとこちらから電話するのがあるんです。ある生徒に、俺しゃべっから集め、友達集めろって言ったら、いや、いっぱい聞きました。そして私の同期のお医者さんも近くにありましたので、まあ、うん、よかったよなんて言って、そしてその全盲の方が全部私が終わった時に何ておっしゃったかと、好評を言いますって言って、話は上手でした。しかし校長先生を続けていたら、ありがとうという言葉は出なかったでしょうって言われたんです。私本当にこの野郎と思う時にもありますけれども、もうあの時には、あ、ありがとうございました、ありがとうございましたというふうに言います。もう一つだけ言わせていただきます。これは私の旦那方お寺、お寺の住職は私の高校の後輩です。開業は自分でつけていいんですかと言ったら、あ、開業自分でつけていいですよと言ったんです。その時は一番怒りまくってた時です。本当にチェンジブロックのところに自動車を置いてて、本当にあれでもう怒り狂ってた時なので、教育の教と、それから和也の和、平和の和を入れて、そして字から来るって言うから、どうという字を入れていいかっつったら、住職が、それはダメだ、どうなんかいかべる改名はダメだ、なんかいうふうに言われました。まあそんなことで最後を締めくくるには、あまりにもこの世の中どう締めくくっていいか分かんないんです、本当のことは。
もうコロナ、人間はウイルスとの戦いです。私の専門は日本史です。それから世界史です。中世ヨーロッパではペストがもう流行りました。第一次世界大戦にはスペイン風邪というのが流行りました。スペイン風邪はスペインからではないんです。あれはアメリカ兵がスペインの本土ところに行って広まったからスペイン風邪というんです。人類は本当にウイルスとの戦いです。しかし、ウイルスの戦いでも、戦争は人間と人間との戦いです。でも、なかなかそうはいかないんですね。宗教の戦い、それから民族の戦いというのはやめます。で、私には一体何ができるんだと考えると、やっぱり私は一つしかない。常に喋ることしかない。21世紀を迎えて、中央の新聞は、2つの中央の新聞が書いた記事を思い出しました。21世紀はどういうような時代になるのかといったら、アンケートを取ったら第一位が21世紀は混沌の時代だと言ったんです。まさか21世紀がこんな時代に来るとは思わなかった。しかし、私には戦争を止めることも、ウイルスを止めることもできません。まあ、命の続く限り、私は体力の続く限り、高校生にも一般の人でも、当事者の人たちにも、喋りまくるのが私の使命ではないかというふうに思っているんです。だから私はこんなふうに思っています。人事を尽くして天命を待つという言葉は、私はあんまり好きじゃないです。もう私の寿命はあと何年かです。天命を待って人事を尽くす。いつ私に死をもたらせるか分かりません。だけどそれまでは私は喋り尽くしたいというふうに思っております。交代します。もう疲れました。終わってから質問でもいい。じゃあその完全に締める前に一言だけ私から、コロナ前にお話してた通り、コロナ前には30近い公演、まあその視覚障害になる前も含めるともうかなりの数にはなるとは思うんですが、公演やってきました。それでですね、こういう状態になってなかなか公演、例えば学校からもやってほしいという依頼があったりはしてるんですが、あるたびに学校で学級閉鎖になったりだとか、そういった事態で結局やれなかったっていうのが続いてました。で、今回、民放社の弊社の人間とも話しまして、今こうやってビデオを撮ってるんですよね。で、今回の代表の方とかにも ご了解いただきまして、このビデオをですね、弊社の YouTube のチャンネルに編集した状態、まあそんなに編集はしないと思うんですが、を上げてぜひ多くの人に見てもらおうと。今までそういうことはやっていなかったんですけども、こういう事態で父も、コロナの前のように、1ヶ月に1公演で全館10公演なんてとてもできるとは思えませんので、少しでもですね、そういった媒体で、当然その今日、弊社の新聞記者は来てますが、今日のこの総会とこの講演会ですね、これは民放社の弊社の新聞に、後日掲載されます。それでそこに、ここでビデオを見れますよというふうに、載る予定ですので、その際にはですね、代表の方を通じまして私も皆様にお伝えして
ここのアドレスから見てくださいという、ぜひですね、多くの方にそれを拡散していただきたいと思います。少しでも最初に父が話したように、障害者に優しい町は健常者にとっても、誰にとっても、子供にとっても、お母さんにとっても、妊婦さんにとっても、お父さんにとっても、誰にとっても優しい町になるはずです。なのでそれを少しでも父親は広めたいと思ってます。なので、皆さんのどうぞお力、人脈を、使っていただいて、少しでも、その動画、講演自体もこれからも、どのぐらいの頻度でやれるか分かりませんが、少しでもやろうと思ってますので、もし違う団体に属されてるだとか、例えばうちの孫とか息子とか、娘さんとかの高校とか、そういうところで聞かせてあげたいなっていう話がありましたら、ご連絡いただければと思います。それでは最後に本締めですね、父親にバトンタッチして、その後、質疑応答というふうにさせていただきたいと思います。同じ姿勢でいると腰も痛くなるんですよ。年だな何もということはありません。本当に今日はこういうような会に呼んでいただいて、私の拙い本当に、これをお話をしてさせていただき、感謝を申し上げる次第なんです。あ、一つだけこれは見てもあれなんですけども、私は障害者になった時に、自分が北港、東福港で新聞等とか図書館等とかいろんなところでに校長というのはかからなければなりません。そして教え子たちに、それから息子に手伝ってもらって書いた本がそこにあるんです。それは同行者の皆さんには見えると思いますが、何て書いてあるかというと、高尊寺、桜、梅と。高尊寺は以上なんです。北高のシンボルは以上、そして東高のシンボルは桜、復興のシンボルは梅なんです。そこでこの自治体は書道の先生に、私のお仕事ですけれども、非常にそれを全部載せておいたんです。それが私の最後のあれになりますけれども、あともう一つこんなこともありました。先生、この子はよく電話をよこすんです。先生、元気がいい。あ、元気だ。先生、自分史を書いてるどうですかって言うんです。自分史、名誉不自由だ、書けっかって言ったら、治療機さんに言って、そして先生書きなさいって言った。嫌だって言うんです。その代わりね、私の教え子たちというのは何度もかけつつ言ってきた、あなたの先頭にな、全部書けるって言ったら、それだけはやめてくださいって言われたんで、まあ、そんなあれです。本当に今日は呼んでいただいて、久しぶりに一緒に密接な話になりましたけれども、ありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいです。なんとか体力をあれし、寝たきりになると終わりですので、なんとか歩いて、今日も今朝15分間だけ周りを歩いてまいりました。どうか皆さんも お元気で、そしてこういう機会をいただき、本当にありがとうございました。以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。